ハレルヤ恵み深い天の父なる神様、おはようございます。主が今日も私たちを目覚めさせてくださり、主が今日も私たち一人一人をこの場所へと導いてくださったことを心から感謝いたします。私たちはそれぞれの家においても祈ることはできます。しかしあなたの宮に来て祈ること、ここはあなたの祈りの家、神の教会です。主よ、私たちがそこに来て神の家族として、キリストの体の各機関として一つところに集まってあなたの御心に従って祈ることは、何という幸い、何という喜びでしょうか。そしてあなたご自身がこの祈りの輪の真ん中にいてくださって喜んでおられることを心からありがとうございます。主よ、私たちは今あなたに賛美を捧げました。これから御言葉を読みます。そしてこの御言葉から主が一人一人に必要なことを語ってくださいますように。またその後の祈りの時間も、私たちの願い事、私たちの思いではなく、主の思い、主の願い、教会の必要、教会のビジョン、それを祈っていくことができるように助けてください。いつもいるメンバーの中で、今日この時、サニーサイドキャンプに行っているメンバーがたくさんいます。主よ、その中にあっても、主が働いてくださって、一人一人が主に触れられていることを報告受けています。主よ、感謝します。神様が本当に祈られて備えられた場所では豊かに働いてくださることを心からありがとうございます。今日の御言葉からも私たちは耳を傾け従っていきますので、主がどうかお語りください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。では本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエズラ記の1章1節から5節、エズラチャプター1 verse 1-5、エズラ記の1章の1から5お読みいたします。エズラ記の1章の1節から5節、ペルシアの王キュロスの第1年にエレミアによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシャの王キュロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしても、その場所からその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるものに加え、銀金財貨家畜を持ってその者を支援せよ。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのである。本日はこの箇所から、主の言葉の成就、主の言葉の成就というタイトルで一緒に見ていきたいと思います。このエズラ記というのは、ネヘミヤ記、この後のネヘミヤ記やまたエステル記とともに補修以後の、イスラエルの歴史をこう書いたものです。補修以降のイスラエルの歴史です。私自身最初クリスチャンにまだなりたての頃、その青年会でこのエズラ記をこうみんなで勉強したことがあって、もう何を言っているのか、この時代背景が全くわからなかったので、聖書ってこう前から順番にストーリーになっていると思っていたので、何のことを言っているのか、全然こう分からなかった。またこの1章のペルシア王キュリオスから始まって2章に行くと、その一緒に出ていった人たちのエラム族何人とかザト族何人、もうよくこの聖書の学びが分からなかったことを覚えています。このエズラ記というのは今言ったようにネヘミヤ記、エステル記とともに
分裂した南ユダ、そして北イスラエルの王国がそれぞれ神様に反逆し、神に喜ばれない歩みをするとき、神の裁きによってそれぞれが国がなくなり捕囚となっていく。でこの特にエズラ記は南ユダがバビロン捕囚になった後の出来事、そのバビロン捕囚を経た70年後の出来事がこの中に書かれています。列王記と歴代史を読んでいきますと、その内容というのがよくわかります。神に背いた結果、神の裁きによってバビロン捕囚となっていった南ユダ、その南ユダの記事で終わるわけなんですけれども、エズラ記はその捕囚されていったバビロンが今度は、この国が変わってペルシャが今度そのバビロンを滅ぼして、ペルシャの王がその上にこう行く、それがもうこのキロスと言われる王様で、前の聖書だとクロス王と書いてあると思うんですが、その王様になったことによってイスラエルの民によっては状況が変わっていく、そしてイスラエルに戻って再建していくというところにこうなっていくわけです。そこでこの列王記、歴代史はバビロン捕囚となったところで終わるわけなんですが、エズラ記は彼らの帰還、そして神殿再建について記されています。このエズラ記のすぐ前が第二歴代史になりますけれども、第二歴代史の一番最後36章の22節23節をお読みいたします。セカンドクロニクルスチャプター36 verse 22-23、 本当にすぐエズラ記の前になりますけれども、読んでみます。第二歴代史の36章22-23。ペルシアの王キュロスの第1年にエレミヤによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシアの王キュロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方誰でも主の民に属する者には、その神主が共にいてくださるように、その者は登っていくようにせよ。あれちょっと前に聞いたことがあるなと思うかもしれませんが、このエズラ記の最初の部分と全く同じ書き出しになっています。この第二歴代史の最後の部分22-23節と、エズラ記のこの1章の1節2節というのがこう本当にこうオーバーラップして、こうバトンのようにつなぎ目となっているのが分かります。この本当にこう神様によって、神様に反逆したことによって捕囚されていた彼らの民ですけれども、彼らが捕囚から解放されることも聖書には以前から予言されていました。その成就がこの今日の箇所になっていきます。しかしその前に、そもそもこの捕囚というのがどのような形で行われたのか、それを読むためには列王記、歴代史を全部読んでいくと非常に分かりやすいんですけれども、先ほど読んだ歴代史、第二歴代史の36章のちょっと前のところ19節から21節を見ると、バビロン捕囚の様子というのがちょっと垣間見ることができるので、読んでみたいと思います。第二歴代史の36章の19節から21節です。神の宮は焼かれ、エルサレムの城壁は打ち壊され、その高殿はすべて火で焼かれ、その中の宝としていた器も一つ残らず破壊された。彼は剣を逃れた者たち、残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミヤによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒廃の全期間が70年を満たすまでこの地は安息を得た。となってから、ペルシアの王キュロスの第一年と続いていきます。このように神の宮は焼かれていく、エルサレムの城壁は打ち壊される、高殿はすべて火で焼かれる、そしてその中の宝としていた器も一つ残らず破壊される、殺されなかった者たちはバビロンに捕囚されていく、このような状況が、
バビロン捕囚の時の状況なわけです。イスラエルの民が本当に神を愛し、神に捧げていた神殿が崩され、そして人々が殺されていく悲惨な状況、生き残ったらそれこそ生き地獄、生きたままバビロンに連れて行かれて捕囚となっていく、そのような様子が書かれています。しかしこれらは神様が予言していたことでした。エレミア記の29章10節から12節をお読みします。このエレミアの29章11節というのは非常に多くの方が暗唱聖句、また好きな御言葉として読むとても有名な箇所ですけれども、このエレミアの29章の10節から12節にこの時の予言がしっかりと書かれています。エレミア、ジェレマイア chapter 29 verse 10 to 12、 エレミア書の29章10節から12節、まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。この11節は先ほども言ったように、よくいろんな方の大好きな聖書箇所に選ばれています。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのもので、でもこの私自身あなた方のために立てている計画をよく知っているっていうこの計画が、この文脈全体から見るときに、この前のところに理由があるわけです。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をその場所からに帰らせると。なのでここで言っている災いというのは、このバビロン捕囚、イスラエルの民が神様に従わなかったがために捕らえ移されてしまって神殿が壊されてしまった、そんな彼らだけれども、そんな彼らを神様は戻してくださる。それが神様の計画であり、災いではなくて、それが神の民としての素晴らしいチャンスになるんだ、素晴らしい祝福へと導かれていく、そのプロセスなんだと、ここで約束されているわけです。そしてこのエレミア書の約束が、神の言葉、主の言葉の成就が、今日の絵面記のところで成就していったわけです。70年間捕囚されていたイスラエルの民、自分の国を後にして、自分の国を見ることなく、帰ることなく、この地上での命を終えた人たちもたくさんいたことでしょう。親から子へと、自分たちの国、イスラエルがどういう国だったのか、ソロモン・ダビデ時代のイスラエルの繁栄が語り継げられ、そしてその神殿がどういうものだったのか、どれだけの大きさだったのか、どれだけの厳かさだったのか、そういうことがこう親から子へと伝えられて、そしてそれを見ることなく、また見ることなく死んでいった者たちもいる。そんな中でこのエレミア書で予言されていた70年が終わり、神様がバビロンをキュロス王を通して滅ぼしてくださり、ペルシャを通して滅ぼしてくださって、そしてそのキュロスの心にこの主を礼拝する、主を恐れるというよりも、こう聞いていたイスラエルの民が、そしてイスラエルの神がどういう方なのか、このキュロス王はご自身で調べて、そしてその神が本当にこう彼らにとっての生きた神である、唯一の神である、彼らが本当に慕っている神である、そしてその神の怒りに触れて彼らがこのバビロン捕囚されていったということを、このキュロス王は知り恐れていたのではないでしょうか。この自分というこのペルシャに変わったことによって、これを機会にイスラエルの民をエルサレムに戻し、そして神殿を再建していくことを予言されていたことがなるんだと、私を通してなるんだと、そのようにキュロス王の心に主が語ってくださって、このような予言の成就となっていったわけです。70年というのは短い年月ではありません。しかし70年と予言されていた、その予言の通りにペルシャ王クロスの勅令が538年に出されます。ちょうど70年後、
ペルシャ王が、ペルシャの王様が国を取って、そしてイスラエルの民を解放していき、この捕囚が終わっていく、ちょうど70年です。このイスラエルの歴史にとってとても大きな予言の成就、主の言葉の成就は確かに起こりました。そしてこれはたまたまではなくて、主が予言されていたように、主の霊が、神様の霊が働いたゆえに起こった出来事でした。エズラ記の一章一節にもあります。主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。また五節、エルサレムにある宮、主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのであると。主の予言の成就はたまたまという形で起こるのではなくて、主が奮い立たせてくださった霊によって、時の人が動かされて、神様の予言が成就されていきます。主の御言葉は必ずなります。しかし主はポンポンポンとマジックを使うように、その予言を成就されていくのではなくて、そこにいる時の人たちの心に働いてくださって、その人たちの心に触れてくださって、その人たちの意思のようにそれを動かしていってくださる。これが主が予言を成就させてくださるこうやり方であることがわかります。私たちの目から見たら痛み、苦しみ、困難と思えるようなことでも、主にはご計画があって、主はその困難をも必ず祝福に変えてくださり、人々の心、時の人たちの心に触れてくださり、御言葉を通してその人の心に働いてくださり、心を変えてくださり、柔らかくしてくださり、決断をさせてくださって前に進み、御言葉の成就を成してくださるお方であるということが今日のところからよくわかります。私たちはニュースを見ていたり、今の世の中を見ていると、もう本当にこの世が終わりに近づいていることがわかります。いろいろな災いや災害、戦い、戦争、また貧困、飢饉、そういうものを見るときにもそれらを感じますし、また神を恐れない、そしてその神を恐れず神にチャレンジしていくような、また善悪の決断があたかも人間にあるかのような、そのようなこの今の世の中のいろいろな問題、そういうものを見ていくときに世の終わりが近いことを感じます。そしてこの世が必ずいつか終わりが来ることも、聖書で主の言葉としてはっきりと予言されているものであるというのを覚えるときに、神様は神の国の支配が必ず起こること、この世が、この地が滅んで神の国がなるということを予言されている、その予言の成就が時の人の心に神が働き、御言葉が働き、必ず起こる日が少しずつ少しずつ私たちに近づいていることを私たちは覚える機会としたいと思います。黙示録を最後に読んで終わりにしたいと思います。黙示録の22章の12節と20節です。 Revelation chapter 22 verse 12 and 20。 黙示録の22章の12節と20節。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。20節。これらのことを証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。しかり私はすぐに来ると。主はこのようにはっきりと言われています。そしてマタイの福音書などにあるこの世の最後のところの予言を見るときに、まさにそれが近づいていることがわかります。私たちはそれぞれの行いに応じて報いるために主が来られるとあるときに、私たちはその言葉が必ず成就すること。それはそのうちにではなくて、今日成就するかもしれません。いや、もう成就のプロセスの中に入っていると私たちは思うべきです。私たちはそのような中にあって、今日何をするべきなのか、今日主の再臨があったとき、今日、主が来られるときに、私たちは主の前にしっかりと御言葉を守り従ってきましたと、私たちはそのように立つことができるでしょうか。主の言葉の成就は必ずなります。そして主は、私はすぐに来ると言われます。その主が来られるのを
今日も待ち望みつつ、主の御言葉に従って歩んでいきたいと思います。また私たち一人一人だけ、個人ではなく教会としても、主の御言葉をこの地になすために、キリストの体として生き生きと今日も生きていきたいと願わされます。お祈りを捧げます。主よ、あなたは生きておられ、このエズラ記でも、また黙示録でも、エレミア書でも、歴代史でも、あなたの御言葉はここにあふれています。そしてその書かれた時代は違っても、その御言葉が必ず成就してきていることを私たちは覚えます。70年のこのバビロン捕囚、時の人キュロス王の心に主への恐れを、神様を置いてくださって、主の霊が奮い立たせて、キュロス王はイスラエルの民を捕囚から解放し、エルサレム神殿の再建のために彼らを解放していきました。これも御言葉の成就です。主よ、これらの御言葉は前々から神様が語り続けてくださったことであり、その時の人を用いて主がなしてくださいます。神様、同時にあなたの御言葉は、見よ、私はすぐに来ると、このように黙示録で書かれています。あなたは私たちに働いてくださって、今の私たち生きている一人一人の中に、正しい者たちの中に、主を恐れる者たちの中に働いてくださって、また時には主を恐れていない人でも、その時の人の心に主が奮い立たせてくださって、このあなたの御言葉を必ず成してくださいます。クリスチャンとして、主を恐れる者として、主の御言葉に聞き従う者として、あなたの声に聞き従い、あなたの御言葉は我が足の灯火、道の光であるとあるように、今日も私たちがあなたを恐れ、あなたの御言葉が必ず成就する、それは近づいていることを覚え、あなたの前に正しく、そして悔い改めるべきものは悔い改め、神様、あなたの栄光のために私たちの一日一日を用いることができますように、食べるにも飲むにも何をするのも神の栄光を表すためにすることができますように。主よ、そして私たちは一人として、一人個人としてあなたに従うのではなく、キリストの体の各器官として、それぞれが一部として、この地上にイエス様、あなたの体として生き生きとあなたの働きをし、あなたに従い、この御言葉が成就する、主が来られる日を、私たちが本当にそこに 役に立つものとして用いられるように、どうか主を祝福して用いてください。この時を心から感謝します。今から一人一人があなたの前に祈り心を注ぎます。私たちの心には罪があるゆえに、どうしても自己中心の祈りをあなたにしてしまいます。しかし祈りの時間を通して、主よ、どうかあなたがそれをフィックスしてください。あなたの御心に従う祈りとなるように、そして神様、あなたの栄光を私たちの祈りを通しても成してくださり、私たちの祈りを通して聖霊様が働いてくださって、主の霊に奮い立たすされる方たちが多く起こされるように助けてください。では今から主に祈る時を持っていきましょう。Thank you.